佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。この番組は毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。私佐藤美久は普段女優タレントとして活動させていただいております。今年秋公開予定の映画22世紀寓話に主演として出演させていただいたほか、毎月今お聞きの番組以外に同じく市川うらら FM さん、毎月第2第4日曜日お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライ第1第3金曜日夜にネット配信番組 MeToo Show では、カタカナ佐藤ミトというネットアイドルという設定でゲーム生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーはミクの独り言。さてこのコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは言語についてです。昨年末あたりから平成最後のという文言が、いろんなところで、目にするようになりました。そして昨年末に、皇位継承に伴う新たな元号について安倍総理大臣は今年の4月1日に閣議決定し、直ちに公表する方針を固めました。新元号を定める令制は執行日を皇太子様が即位される5月1日とし、天皇陛下の御名御旨を得て速やかに交付され、5月1日午前0時をもって元号は改められます。そのため平成の終わり最終日は2019年4月30日となります。ちなみに今の平成はどうやって決まったのかと申しますと、政府が中国日本文学の研究第一人者に、新元号候補考案を、依頼して、新元号は続用されないものという政府の方針があり、候補として上がってきた元号をチェックします。例えば地名に使われていないかとか、企業名に使われていないかとか、あと店に、店名ですねに使われていないかなど、さまざまな視点からあらゆる名称をですね調べる作業がありました。現在ではインターネットを使って調べることはできますが、インターネットが普及していない1980年代で新元号発表前の作業となるため、限られた少人数メンバーだけで行わなければなりません。しかも、昭和天皇が、崩御されてからのことでしたので、短期間の作業ですのでとても大変だったんだろうなと思います。そんな気の長くなる作業の結果、3つの新元号候補が残りました。平成、今現在平成ですね。次がですね昭和、正しいに漢字で正しいに化石の化で昭和と、秋分は、漢字の修正の修に、文学の文で秋分が、候補として残りました。そしてこの3つの案からどうやって絞ったのかと言いますと、頭文字のアルファベットが M 明治と T 大正 S 昭和ではないアルファベットになることですから、昭和昭文のアルファベットの、頭文字はともに S です。書類などの生年月日欄には M 明治 T 大正 S 昭和となっており、 S は昭和の S と略されていることから、昭和または秋分となると S が被ってしまうことなどから、これまでの元号とは被らない H を用いた平成がいいのではと意見が上がり、平成が決まりました。そして、今回次の候補となる元号はすでにいくつか絞られているようです。予想される新元号は、まず頭文字が魔行、他行、作業、派行以外、そして過去の元号候補から選ばれる可能性も
と、過去に、採用された言語はですね、なんと全部で247個もあるそうですが、その陰に選ばれなかった、言語をここから選ばれることもあります。はい、そんな背景事実からのとあるネット予想によりますと、明治、大正、昭和、平成の頭文字をアルファベット表記にした MTSH 以外の文字になるのは確定、 A が頭文字の元号は、江戸時代の安政以来ない、平和が、持続するように安久、漢字で安いに、久々、久しぶりの久ですね、で安久がいいのではとのことです。はい、で新元号まで3ヶ月足らず、皆さんも一度予想されてみてはいかがでしょうか。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされた注目されている方々メンバーについてミク的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン、今回もお忙しいところわざわざ推しメンの方にお越しいただきましたので、早速お話をですねお伺いしていきたいと思います。今回の推しメンはブルガリア出身の留学生アントニオさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではまずはアントニオさんについて、私から簡単にいただいておりますプロフィールをご紹介させていただきます。アントニオさんは最初は日本に短期留学をされ、日本の文化に触れることでそれらに興味を持ち、日本についてもっと勉強したい、してみたいと思い、高校の首席で卒業し、学生時代にイギリスの3つの大学の入学入試に合格しているにもかかわらず、同時に2010年に日本文部科学省の全額奨学金を与えられる唯一のブルガリア人として選ばれたため、日本への留学を決意。現在はブルガリアと日本のいろんな文化などについて橋渡しができるように、早稲田大学の大学院で勉強中であるとともに、日本でタレント、モデルや通訳などでも活躍されていらっしゃいます。本日お忙しい中ありがとうございます。ありがとうございました。ご紹介ありがとうございました。いえ、とんでもないです。ではちょっとねお話をねさせていただこうかなと思うんですけれども、はい、まず初めて日本にいらっしゃったのはおいくつの時ですか？そうですね、一番最初日本に来たのは確か高校2年生の時で、まだ17歳でした。はい、ちょうど日本語2年間勉強してから、英検ってあるんじゃないですか、日本語。はいはいはい、あります。それの日本語バージョン、日本語能力試験っていうのがあって、それの3級に合格してから、はい、通って日本語塾の先生からのご褒美だったのは、日本での2週間のホームステイ。そうなんですね。でそしたら私とあと5名の友達と一緒に、共に勉強したんですけれども、大阪のちょっと渋いところ、はい、貝塚と岸和田1週間ずつホームステイさせていただきました、はい、あれは日本語最初でした。そうなんですね。大阪ってなると関西弁が結構飛び交ってると思うんですけど。そうなんですよ。2年間しか日本語勉強してない、いきなりあんな環境に吹き飛ばされるとめちゃめちゃ大変でした。そうなんですね。じゃあその時のこう日本の印象っていうのはどういうのですかね。それまでにですね、日本って言えばやっぱりアニメ、漫画、はい、ゲームという印象だったので、うん、日本に行ったら正直言ってびっくりしました。なぜかというと、はい、日本の文化の多くはそれよりずっと深いということに、はい、気づきました。で具体的に言うと、みんなが普段からお互いのことを敬い合って、はい、敬語も使って、その先輩後輩という意識が強く定着されてますよね。はい、あと一番安全な国、世界で女性は一人でも暗い道一人で歩いて帰れるなんて、はい、多分他の国ではなかなか難しい話かもしれないですね。あ、そうなんですね。あとやっぱり何かなくし物をしたら、はい、忘れ物をしたら必ず戻ってくる。それすごい嬉しいんですよ。あ、やっぱそうなんですね。海外にもそういう人、やっぱりいい人は自分のポケットに入れて帰るんじゃなくて、はい、きちんとその警察に届ける人はいるかと思うんですけど、ここではまるでそれが道徳になってるような感じがしてて、やっぱりそれだけ初等教育と幼稚園教育が徹底されてるから、日本人はそういう意識を持って当たり前だと思ってそういう行動をしますね。あ、なるほど。尊敬しかないんです。すごい。
感動しました。なんかありがとうございますっていうのもあれですけど、こちらこそありがとうございます。たくさん思い出、私もですね、ニュージーランドに高校生の時に短期留学をしたことがありまして、はい、おそらく結構こう留学される方多いかと思うんですけれども、わざわざ他の国への留学のチャンスを蹴って、うん、日本の大学院に進もうと思われたのはなぜですか？いや、もともと子供の頃から日本に行ってその生活を体験してみるのが夢だったからですね。はい、僕は日本のゲームソフトで育てられましたので、毎日何時間も何時間もゲームをやり続けて、はい、それでちょうどあれですね、その文部科学省からの全額奨学金というチャンスがあって、はい、それに向けて高校で全力で頑張りました。確かイギリスの大学も受かったんですけれども、イギリス行って勉強するには、ね、はい、お金もかかるし、その学生ローンを一回借りないといけないんです、はい、卒業してからそれを当然返す義務もあるんですね、はい、日本だと全部が無料です。でも何よりも、もし日本がそのお金かかったとしても、それでも日本を選んだと思います。あ、なるほど。やっぱ自分の心がそういうふうに命じてますから、もう日本に行きたい、それには逆らえない。こう自分の道にこう突き進む感じで、人間っていうのはやっぱり自分の夢を追い続けるべきだと思いますので、はい、かっこいい。ありがとうございます。で先ほどもアニメとかこうゲームの話も出てきましたけれども、日本語っていうのはどこでどうやってこう勉強されましたか？一番最初勉強し始めたのが自分の母国にある、はい、出身の町の日本語塾です、はい、ちょうど私が15歳になってからそういう塾ができて、はい、うんうん、それまでは日本語勉強することはその町ではできなかったんですけれども、おかげでそういうのにまずは週2回通って日本語勉強したんですけれども、やっぱりそれだけだと全然物足りなくて、はい、真にやっぱり理解できるようになるには、うんうんうん、ちょっと空いてる時間に漫画とか日本語で読んでたり、はい、アニメを日本語で見たり、 あと何やらもゲームが大好きだったから、ゲームもファイナルファンタジーとかキングダムハーツを挑戦して日本語でやってました。でもものすごい時間がかかったんですよ。書く漢字を調べて、文法構造もネットでググって、あと先輩とかに分からないこと聞いたりしてて、英語で1週間でクリアできるゲームを日本語でやってみたら1ヶ月以上かかってて大変だったんですけど、ずっとずっとさっきがどういうふうにそのストーリーが進めるか、気になってて、それでモチベーション高くずっと勉強し続けられました。でそれが終わってからもちろん大学に入って、ブルガリアのベリコタルノフ大学、日本では京都大学みたいなレプテーションがあるところなんですけれども、そこで応用言語学、日本語と英語を2年間勉強しました。で奨学金をいただいて、はい、それから日本で日本語の勉強を続いております、うん、なるほど。でブルガリアではこう日本のこう、ゲームとかアニメっていうのは、特にアニメっていうのはこう日本制作のアニメの自国語版っていうのはこうどういうアニメがこう放映されてますか？一番最初頭の中で浮かぶのはやっぱりポケモンですね。あ、もう同世代の小学生のみんなが15年ぐらい前にあれをずっと楽しみにしてて、その土曜日と日曜日の朝になると必ず、ポケモンが放送されました。あ、そうなんですね。あとはシャマンキングとかも平日の午後にやってたし、あと冬休みとかになるとよくジブリの映画やったんですよ。もののけ姫とか、やっぱりそのアニメは子供向けっていう意識が強く定着されてるので、その子供たちが休んでる時期にたくさんたくさんのアニメが放送されます。でもちろんそれがブルガリアの吹き替えになるんですけれども、それとは別にネットでも探して自分の好きなアニメをブルガリア語の字幕で見つけることができます。なるほど。日本に来られて一番びっくりしたことってありますか？もう何もかもびっくりしました。でも本当にいろんなことにこれだけ違うからさ、日本とブルガリアの文化、まるで新世界に来たような感じで、確か一つ目の夜がもう日本のすごい伝統的な、はい、
家で泊めさせていただいたので布団も敷いて和室で寝て夢の中に侍が出てきたんですよ。でもその家で一番驚いたのは多分印象的に残ってるのは、はい、日本のトイレ、でそれは別に和式からじゃなくて座ってみるとあったかい、即が開けたんですよ。なるほど、便座があったかい、はいはい、なるほど、何それ、もう本当にいいね、なんかこういう技術を海外にも持っていてほしい。すごい。そうなんですね、やっぱブルガリアは便座、まあ、冷たいというか、うん、普通のなんか、うん、まあ、冬は冷たい、あ、冬は冷たい。ちょうど3月だったのでまだ寒くてこう座るとぬくぬくっと気持ちいいな。そうなんですね。ではですね、それではちょっと今度はですね、逆にラジオをお聞きの皆様にせっかくなんでブルガリアのことをですね知っていただきたいと思うんですけれども、こうそもそもブルガリアっていう国はどんな国ですか？ブルガリアは、まあ、日本の大きさに比べてみると面積では多分4分の1しかないんですけれども、うん、自然が豊富な国で、はい、山も森も海もあります、うん、国会に面しています、はい、あと、まあ、多分日本ではブルガリアって言えば皆さんがヨーグルトとか、ね、相撲さんのことを知るとか、はい、すぐパッと頭の中に出てくるかと思うんですけど、はい、実はブルガリアの観光省が国のイメージとして出そうとしているのがローズです、バラ、バラ、バラの谷というところがあって、はい、それは美しいんですよ、6月行くと、もう目線が届くまでバラ畑が広がっていて、そこで民族衣装を着た女性たちが、バラの一本一本でカゴ詰めして、はい、で工場まで運びます、はい、そこで、まあ、いろんな化粧水だったり、はい、石鹸とかだったりが作られ、はい、世界中に輸出してます。でもしかしてミクさんも使ってる、はい、そういった石鹸とか、まあ、シャンプーはブルガリアのダマスコローズのエキスが入ってる可能性は極めて高いではないかと思います。確認してみます。そうですね、バラってすごいいい匂いしますもんね。ありがとうございます、はい、なるほど、バラがすごい、あんまり結構こうヨーグルトのイメージ私も強かったんですけれども、うんうん、もうバラがすごくやっぱり有名っていうのがですね、バラが一番ですね、ブルガリア人に聞くと。なるほど、うん、ブルガリアの方はこう日本に対してこうどんなイメージってお持ちですか？ちょうど1970年代にブルガリアでものすごく流行った日本のドラマがあるんですよ、はい、でそれは一番最初で作られたアメリカと日本のクラブですか、はい、デイビッド・チェンバリンという俳優さんが主役を演じている将軍というシリーズは、はいはいはい、将軍のあらすじを、まあ、簡単に言うと、そのアメリカ人の方が江戸時代の始まりに、はい、日本に船で到着して、はい、でその異文化に触れるという、はい、もう全然違う世界ではないですか、まさにあの時代において、はい、で言葉もわからないし、そうですね、はい、ものすごくああいうイメージが定着されてるので、ブルガリア人に聞けばやっぱり日本は侍の国だとか忍者の国だとか、ね、伝統文化のイメージが強いです。またあれですね、技術の国、はい、たくさんのブルガリア人が日本製の車に乗ってますし、僕のお父さんも、はい、三菱に乗ってますから、あ、そうなんですね、はい、あとテレビとかだったりゲームソフトとかだったり全部日本製だから、はい、やっぱりその先進国っていうイメージが強いですね。伝統と技術を、まあ、統合してる国のイメージが強いです、はい、そうなんですね。実は私がパーソナリティを務めているもう一つの、北野しおりのリアルドライという番組の中でロードツーブルガリアっていうコーナーがありまして、コスプレと日本映画をこうまだまだ日本文化が定着していないこうヨーロッパの国ブルガリアにこう伝えていこうという結構壮大な企画なんですけれども、ちょっとそこでですね、はい、そこでですね、ちょっと正式にアントニオさんに北野しおりのリアルドライの番組サポーターになっていただきたいと思うんですけれども、引き受けていただけますでしょうか？僕でよければもうぜひぜひ、 ありがとうございます、よかったです。ブルガリアのことをできるだけたくさんの方に紹介していきたいと思います。そうですね、私もすごく知りたいです。実は私がですね、はい、ミクさんが主役を演じてる、はい、未来夜客という映画をこの間拝見させていただきましたが、上手ですね。やっぱりその主人公が貫いてることが全部感情がこちらまで視聴者に伝わってきて、
本当に大変な選択肢の中で、はい、やっぱりあの自分の愛するものを守りたいという気持ちが、はい、あのよく表されたので、はい、本当にあの素晴らしいと思います。嬉しいです、ありがとうございます。わざわざ持ってきていただいてありがとうございます。これからもあの応援してますので、ぜひ頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。まさかあの見てくださってるとは思ってなかったので、あのすごく素敵な作品です。 ありがとうございます、すごく頑張った甲斐があります。はい、ありがとうございます。ではですね、あのここでちょっとアントニオさん の、 あの今後の夢をお伺いしたいんですけれども。はい、はあ、今後の夢ですね、はい、先ほどあの人間はその、まあ、夢を追いかけて生きるべきだと言ったんですけれども、はい、うん、まさにあの、まあ、そういう言葉にちなんで、はい、私は今までこれだけあの日本語のことを勉強してきたし、はい、今も日本に住んでいますが、はい、将来的には、まあ、何かの形でブルガリアと日本の架け橋になることが夢ですね、うん、できるだけ多くのブルガリア人に日本に来てほしいし、あの逆にたくさん日本の方にブルガリアのことをもっと知っていただいて、はい、ブルガリアに興味を持って、はい、そこにまあ休暇なり留学なり何かの形でブルガリアにいらしたら、うん、もうブルガリア人として本当に幸せですので、うん、なるほど、それを強く心から願っております。わかりました、ありがとうございます。ではちなみにですね、この、放送終了後、約1週間後にですね YouTube に、映像配信版としてアップされますので、ブルガリアの方もご覧になられますので、ブルガリアの方にですね、あのアントニオさん、あの簡単に母国語でメッセージをお願いいたします。はい、ここお願いします。Okay、ブルガリア語で、はい、じゃあ行きますよ。Здравейте, аз съм Антонио и следвам магистратура в Япония. Честита нова година! Ще ми бъде много приятно да участвам в това предаване и да запозная японците с българската култура и бит. Надявам се на вашата подкрепа. Благодаря! ありがとうございます。難しいですよね、全然英語とも違って、はい、あのちなみにあの なんとおっしゃっていたんですか。あ、はい、皆さんこんにちは、はい、私はアントニオと申しまして、日本の大学院で、留学をしています。明けましておめでとうございます。これから本番組で日本のリスナーにブルガリアの文化と生活を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございます、すごい、全然わからない。そうですね、もうやっぱり訳がつかないと難しいですね、ここだけ2つの言語が違うから。はい、結構日本語よりブルガリアの方がちょっと短くなるんですかね。あ、そうですね、そうかもしれないんです、また言葉にもよるんですけれども。はい、うん、すごい、めちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、あの今回のゲストはですね、ちょっと、まあ、ここであのたくさんもっとお話ししたいんですけれども、今回のゲストは、ブルガリアの、留学生のアントニオさんでした。本当にアントニオさん、お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報等に関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そしてお聞きの皆さん、どうかこの番組へのご意見、ご感想、ご質問など、お便りですね、お送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com、 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。